ダニーロフの紋章ダニーロフ駅ダニーロフは、ロシアのヤロスラブリ州にある都市。ペレンダ川に沿い、州内を東西に貫くボルガ川よりも北、ルイビンスク人造湖よりも東にあり、モスクワからは北東へ 350km、州都ヤロスラブリからは北東へ 69km、隣のコストロマ州とコストロマからは北西へ約 70km。 人口は2002年国勢調査で17,245人。鉄道幹線上の大きな駅があり、鉄道の街として重要である。ここで、南のヤロスラブリモスクワ方面、北のボログダ・アルハンゲリスク方面、東のブイキーロフ・シベリア鉄道方面など、ロシアの主要都市へ向かう鉄道が分かれている。また直流電区間と交流電区間の境目でも、あり。 電気機関車の入れ替えなどが頻繁に行われている。この鉄道駅は1872年に開業し1962年に電化されている。ダニーロフが年代期にダニーロフスカやスロボダノナで所出するのは1592年のことであり、その後エカチェリーナ2世の改革で1777年に市の地位を得た。主な産業はチーズなど、 食品加工や製材などの建材工業、機械など、ありがとうございます。